締め切り迫る。アマチュアのポッドキャスト番組を賞するアワードの受付が始まっています。第1回アマチュアポッドキャストアワードは全6部門で応募を受け付けており、その部門に最もふさわしいと思われるエピソードにアワードが贈られるようになっています。応募者が聞いてほしいエピソードをエントリーし、これにより審査の時にどのエピソードが聞かれるかわからないということがなくなって、それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターのかぐわです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは今日のお品書き。第1回アマチュアポッドキャストアワードとは、開催の背景、次戦で応募しました、です。はい。今日はですね、音声配信に関する最新トピックです。ぜひですね、最後まで聞いてもらえればと思います。それでは早速紹介しましょう。まずはこちら。応募締め切りまであと1週間。アマチュアポッドキャストアワードのエントリー終了まで残り1週間となりました。4月23日、アマチュアポッドキャストアワード公式ツイッターよりと。はい。いやー、私、全くノーマークだったんですけど、こういった賞がありまして、急遽、もともと予定していた配信内容を変更して、今、朝の4時なんですが、収録をし直して配信をしています。アマチュア向けの、こういったポッドキャストのアワードというのは、私もね、ものすごい課題感をちょうど感じていた頃で、で、たまたま今日、ツイッターのタイムラインで見つけて、これはと思って、いろいろと一次ソースを当たって調べていったところ、非常に興味深いと、皆さんにぜひお伝えせねばということで、配信をしています。では、このアマチュアポッドキャストアワードという賞の開催概要をお伝えしていきましょう。公式ツイッターがありまして、そちらが配信をしています。応募期間なんですが、締め切りが今月の30日日曜日までとなっています。応募できる方は、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、いずれかの媒体でポッドキャストを配信している番組であると。アマチュアのポッドキャストであると。応募する時点で応募したエピソードが配信されていること。そしてアワードの趣旨を理解していただいていることということになっています。なお、応募できる1番組、1部門のみ応募できるようになっています。全部で6部門あるんですが、複数に応募することはできないということになっています。その部門なんですが、6つあります。スマイル賞、学ぶる賞、本若賞、びっくり賞、なるほど賞、激推し賞と。そしてこの激推し賞のみは、リスナー参加企画ということで、他選の受付となりますので、まあ、次戦で応募すると。いうことに関しては5部門ということになります。いやー、でもそうなんですよね。こういったアワードって主催する側って本当大変なんですよね。要は全部をチェックしなくちゃいけませんので、でそうした時にエピソードに対して、まあ、アワードを付与するということは、あ、なるほどなと思いました。もちろんそのエピソードもね、番組によっては1時間というものもありますので、これ聞くのは本当大変だと思うんですが、それでもエピソード単位にしたというところは、うん、本当になるほどなぁと思いました。ですので実際、運営さんは発表期間が遅れることがありますと、はっきり告知しているんですね。応募されたものは全て聞くということをおっしゃっていて、審査員も含めて全て聞くということですので、これはね、本当に運営側の矜持を感じますね。第1回アマチュアポッドキャストアワードなんですが、運営について紹介します。運営はですね、なんとおじさんという方がお一人で基本的にやられています。企画運営審査ということで、基本的にお一人でやられています。ただまあ審査員に関しては発表後募っていまして、何名かいらっしゃるということなんですね。ただこの審査員もですね、公表は一切しないということなんですよね。でもこれもね、すごいフェアだなと思いました。やっぱり審査員さんのこう偏りや、あとその審査員さんの独立性を担保するというところで言うと、やっぱりね、こうわからない方がやっぱりフェアなんじゃないかなという気はするんですよね。でこのおじさんなんですけども、ツイッターのプロフィールを引用します。元プロポッドキャストリスナー、ポッドキャスト紹介番組ポッドキャストの森
を運営していますということなんですね。おじさんのこのツイッターや配信を過去回チェックさせていただきました。でですね、そうしたところ私も思っていたことをやっぱりねありまして、すごく共感したんですよ。と言いますのも、ジャパンポッドキャストアワード、こちらね、私音声ニュースまとめの方でよく話題に出しますけども、このジャパンポッドキャストアワードが私自身、特に前回になってきますと、もうほぼほぼプロばっかりだというところで、これはかなり敷居高くなったなと思ってたんですよね。しかもノミネートした、入賞した作品の確か半分近くがそもそもオーディブルに入ってないと聞けないとか、もう聞く時点でもハードルが上がっていたのに、ちょっとねこれはちょっとなと思ったんですよね。もうとにかく誰のためだ、誰のためのアワードだって考えた時に、お金をたくさんかけたってことはやっぱり企業に見てもらうためのアワードってなっちゃってる気がちょうどしてたんですよね。で思っていたところ、やっぱり私以外にも、あ、こういう方がいたんだなというふうに共感したんです。もちろんそこまで極端な意見ではないですけども、いろいろなアマチュアでやっているポッドキャストに光が当たる、まあ盛り上がれるイベントができないかなということで、そもそも企画されたということなんですよね。ですので、審査についてもいくつかはある程度は言及をしています。で、その中でなるほどなと思ったのが、音質については配点はそれほど多くしないというような趣旨のことをおっしゃられてました。そうなんですよね。やっぱりこう音質ってお金をかければものすごくいい音質のものができちゃうわけで、そうなるとやっぱりアマチュアっていうところとはちょっと違うだろうというふうになりますので、ああ、なるほどなぁと思いました。また、ポッドキャストって結構そのフリートークの番組も多いじゃないですか。そうした時にエピソードごとでやっぱりテーマとかトピックとか雰囲気って変わりますよね。ですので番組自体を審査対象にしちゃうと、じゃあどのエピソードを聞いたかによって差が出ちゃうっていうのは最もだと思いました。ですのでエピソードに限定して応募を受け付けるというのはとてもフェアだなというふうに思いました。ですので、ぜひ皆さんもですね、応募する前に、このおじさんの配信聞いてください。お一人でやられてるということではあるんですけども、ものすごくよく考えられていて、そしてすべての作品を聞きますということで、ポッドキャスト愛もものすごく伝わってくる内容になってますので、本当におすすめです。というわけで、私はなるほど賞に応募いたしました。応募したエピソードとしましては、ポッドキャストの収益化について、先日配信しました回を応募しました。ストライプっていう決済サービスは意外とあまり知られてないんじゃないかなということを思っていて配信したところ、比較的これ再生数も多くて、おそらく多くの方が、なるほどと思ってくださったんじゃないかなということで、そのエピソードを応募しました。さあこれが吉と出るか凶と出るかですね。はい。ですので、もし皆さんよろしければ私のエピソードをですね、激推し賞ということで他選の部門もありますので、そちらの方に推薦していただけますと大変恐縮でございます。ぜひよろしくお願いします。運営は大変かと思いますけど、ぜひ頑張ってください。はい。というわけでアフタートークです。週末はですね、我が家の網戸を直しておりました。網戸がですね、最近よく外れちゃうんですね。何回つけてもすぐにこうガタッと落ちてしまうわけですよ。で、困ったなということでちょっと放置してたんですね。さすがにこうほら、網戸一個丸々を変えるとなると、ちょっとなんかね、踏ん切りがつかなくて、ちょっと放置してたんですよ。ただ今日、やっぱり時間ができたので調べてみたら、なんと、網戸の下のレールって取り替えができるんですね。知りませんでした。はい。ですので、ネットで検索して、まあ、替えのものがホームセンターで売ってるらしいということで、近所のホームセンターに行って、取り付けたところを、もう、カラカラカラっと、ちゃんとね、レールドをスムーズに動いてくれて、無事直すことができました。で、その時に、我ながらよくやったなと思ったのが、その、取り外した、その、タイヤ、パーツを持って行って、ホームセンターでちゃんとサイズ、網戸のところにちゃんとピタッとはまらなくちゃいけないので、そのサイズを確認しながら買ったと、良かったなというふうに思います。実際、
ホームセンターに行ったところ、同じパーツはね、やっぱりさすがに売ってなかったんですよね。ちょっと汎用的なもので、で、ただ、明らかに形状が全然違うんですよ。売ってるものは、なんか、金属のクリップみたいな感じの形状なんですよね。で、私が持ってったのは、こう、何か、かまぼこ板にタイヤを挟んだような形状になっていて、もう全然形状違うんですけど、まあ、ただ、最悪失敗してもいいやっていうぐらいの、まあ、1000円未満の金額だったんで、まあ、最悪失敗してもいいやと思って、買え、意を決して買ったんですね。そうしたところを普通に使えたんで、ああ、よかったなと。ネット検索でも出てこなかったんですけど、普通に使えたんですよね。いやー、よかったです。やっぱりね、なんか自宅のいろんなメンテナンスをするのは役に立つことだし、一方で、楽しいことでもあるので、本当うまくいくと気持ちがいいですね。一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。毎日の収録配信、週に1回の無料のニュースレター、そして不定期のボーナストラック、3つの媒体で情報発信をしていますので、よかったらフォローよろしくお願いします。自宅の庭にあるアジサイ、もう本当に本当に小さい小さい、可愛い花のつぼみがつき始めていました。というわけで、1週間頑張っていきましょう。皆さん、いってらっしゃい。